日本東京都練馬区南、田中南と中は、東京都練馬区の町名住居表示実施済地区であり、現行行政地名は南田中一丁目から、南田中五丁目。郵便番号は一七七のゼロゼロ三五。区立南田中図書館練馬区の南中部に位置し、北は、石寺川を境に、練馬区石寺町と、高野台、東は、道富士見台、南は、 杉並区イングサ、西は、練馬区下石寺に接している。石寺院側が流れるほか、都立石寺院公園や西武池袋線、石寺院公園駅、練馬高野台駅も近い。地域内は、環八通り、笹目通り沿いに、家電量販店などのロードサイド店舗が見られるほかは、多くが完静な住宅街となっている。北部の側沿いに、南田中団地があり、 川沿いはまた染メ吉野の名所として知られる。道団地は石神井川より、北は石神井町に所在する。南部にはかつて育英工業高等専門学校があったが、2005年に東京都町田市に移転した。住宅地の地価は、2015年1月1日の工事地価によれば、南田中3丁目23の4の地点で34万9000円、平方メートルとなっている。 南田中の町名ごとの面積及び2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。丸石が置かれた石神川白波が立つ、石神川町域の中央部をカンパチ通りと笹目通りが南北に循環していて、少し南のカンパチ南田中交差点で合流する。なお、 パチの南田中区域内に余儀トンネルと練馬トンネルがある。このほか、地域の南部を千川通りが東西に横断している。地域の南西部が旧和瀬田通りと接している。北側の町境にある石神井川は、稼働の拡幅と関係者保護岸化され、川も近くまで降りていける。また、レンガ町の遊歩道が整備され、南田中の区間は、染井吉野の桜並木として知られる。 川の中も、沖石などで、人工的な流れや流瀬の白波が作られている。道川に架か,かる橋梁は、以下の通り。地域内で名称のある交差点は、以下の通り。地域内を運行するのは、西武バスと関東バス。町域内に西武バス、練馬営業所があり、バス停名は、南が駐車庫となっている。地域内のバス停名は、以下の通り。町域内に、 鉄道駅はない。最寄り駅は北部が隣接する高野台にある西武池袋線、練馬高野台駅及び北西に同線石神井公園駅がある。南部は西武新宿線の四木駅や下井草駅が利用可能な範囲にある。南田中アパート南田中公園。ありがとうございます。